メインブラック、メインブラック、メインブラック、ミブ、黒衣の男、ブラックメンは、UFO や宇宙人などの目撃者、研究者の前に現れ、警告や脅迫を与えたり様々な圧力や妨害を行う謎の組織とされ、実在するしないにかかわらず、その存在自体が一種の都市伝説や陰謀論となっている。多くの証言では、未確認飛行物体や、 宇宙人を目撃した後に、目撃者の家や職場に、黒の背広に黒ネクタイ、黒の革靴を履き黒いソフト帽をかぶり、黒レンズのサングラスを着用した姿、つまり上からまで黒ずくめ。白の部分はワイシャツのみ、黒塗りで、大型の GM ビュイックやキャデラック、メルセデス・ベンツなどのセダンに乗って二人あるいは三人組の男たちが現れる。目撃者が、 目撃体験を他人に話した、話していないにかかわらず、つまり、それらを目撃したことを目撃者本人しか知らないにも、かかわらず、彼らは未確認飛行物体や宇宙人の目撃を多言しないようにとの警告や、脅迫を行ったり、目撃者の家の写真を撮影したり、家の近くをうろつき回ると報告されている。そうした彼らの忠告を無視した結果、次は、 殺害するぞと再警告を受けたり、目撃者の自動車が、恋の当て逃げ事故に巻き込まれたという報告もある。しかし、これらの事例について警察に通報したにもかかわらず、警察官が来なかったり、来たという記録そのものが、恋に消されていたという報告も存在する。身分の訪問を受けた UFO 研究家が示された身分証明書の使命をもとに、後でその機関に問い合わせてみると、 当庁にそのような人物はいないという回答が必ず返ってくる。彼らの顔つきはアジア人的であるという報告が多く、車やその他すべての衣類や持ち物が新品そのものであるという証言も多い。なお、これらの車にはナンバープレートが付いていないケースやナンバープレートは付いているものの、寄贈されたものなのかそのナンバーは登録がないというケースも報告されている。 また、彼らと共に、全くの門で飛行する、黒いヘリコプターが目されることもある。ミブが出没する地域は、主にアメリカやカナダ、イギリス、オーストラリアなどの英語圏である。メインブラックが現れるという報告や噂の多くは、1950年代、及び1960年代に登場しており、その中でも最初のものは、UFO。 超常現象研究家のグレー・バーカーが1956年に出版した彼らは空飛ぶ円盤を知りすぎた全イニュ too much about flying s a u だとされるバーカーは故郷で起きたフラットウッズモンスターの事件をきっかけにオカルト業界に入り UFO や超常現象に関する記事を寄稿していた UFO 雑誌を出版し1952年には 全国規模の UFO 調査団体 EFSB、インターナショナルフライングソーサースビューロー、国際空飛ぶ円盤事務所を立ち上げ率いていたアルバート K ベンダーが193年に突然、私は空飛ぶ円盤の背後にある秘密を知ったが、そのために黒い背広と帽子の3人の男たちから、これ以上円盤のことを書くなと脅されたと主張し EFSB を解散した。バーカーの本は、 このベンダーの遭遇した事件を描いたものである。ベンダーの証言は、当初は限界にアメリカ政府の介入があったことをほのめかしたものであったが、後に語った証言では、UFO 目撃団のうちの超常現象的な部分が混ぜ合わされたような話へと変化している。黒服の男たちに脅されたという主張を始めるよりも、以前に、ベンダーは1947年にワシントン州で起きた。 モーリー島事件の取材を行い報告を雑誌に載せているが、この事件にもすでに黒服の男が登場している。当時、ベンダーはこの件について会議的だった。モーリー島事件は、漁師のハロルド・ダールが、息子と共にピュージェット湾に船を出してた際に、複数の空飛ぶ円盤を目撃し、うち一機がトラブルを起こして、部品を落とし、その破片がダールの船に当たって、 船の損傷と船に乗っていた飼い犬の死をもたらしたという事件だった。翌朝、黒い背広を着て黒い1947年型ビュイックに乗った男が、ダールの家を訪問して、ダールを近所のダイナーに食事に誘い、その席で事件について沈黙を守るよう警告したという。ここでは、後のメインブラックの噂に出てくる典型である、朝黒い肌の もしくはどこか外国人風の顔色の三人の男が黒いサングラスに黒い背ビ色を着て黒いセダンに乗ってやってくるがまだ完成していないがその原型はすでに現れている最も古い事例では1924年のウェストバージニア州にて身部の先駆けとなる人物が目撃されている翼がなく無音で飛ぶ 珍しい飛行機が墜落した現場に赴いた新聞記者のジョンコールは黒ずくめのスーツに身を包んだ場違いな男たちを現場で目撃している。彼らは朝黒い肌で目はつり上がっていて東洋人のように見え何も問題は起きていないから帰るようにとコールを促している。アメリカ空軍の未確認飛行物体の公式研究機関は未確認飛行物体の目撃者のもとに 偽物の空軍士官や FBI が体制出没していることを認め、これに悩まされている事実を公表している。1960年代にアメリカ空軍やノラドの身分証明書を示した人物による未確認飛行物体や宇宙人の目撃者に対する脅迫事件が多発したため FBI が遭遇者に対して 本格的な調査を行ったところ、遭遇者に示された身分証明書に記された名前の人物が存在しなかったり、実在の人物ではあるが、空軍や野良で勤務ではなく、別の政府機関に勤務していたというケースも多かったという報告がある、1965年にテキサス州で報告されたケースでは、未確認飛行物体を目撃した警察官のもとに目撃直後に現れ、 口をしたという報告もある。同じく1965年には UFO 研究家でもベクリーにより最も古いミブの写真が撮影されている。1966年にニュージャージー州でビームを放つ UFO が目撃された際にミブが目撃されたという情報がある。また、1980年12月にイギリスにあるナ t o のウッドブリッジ基地で 未確認飛行物体が目撃された際には黒服の二人組の男性が近隣の住人に未確認飛行物体を目撃したかという点だけを隠して回ったケースも報告されている。中山一郎と木原博勝の著書真珠袋の黒い男たちという章で日本においても UFO を撮影した人物のもとに出現し暗躍している事例が記されている。撮影した写真を ネガゴと廃棄することで失踪という最悪の事態を免れた目撃者の証言もある。また、中山の著書、妖怪源割には、昭和50年代に北海道で直立する河津のような河童にも見える生き物の写真を撮った者の,のところに出現し、その後接触した撮影者が消息を絶つという事例も切れている。 同時に大阪で同様の生き物を撮影した人物が消息を絶つ事例も掲載しているがその人物がメインブラックとあったかは不明。当時は八尾淳一が著書でメインブラックを紹介する前だったため仲間内でブラックマンと呼んでいたという。身部の正体は FBI や CIA または政府直属の秘密工作員で UFO 問題を一般国民から隠すための暴略に従事しているとの見方がある。しかし本当に政府機関の工作員であるならば、その言動が不自然だという疑問点がある。身分が提示するとされる偽造された身分証明書は一目で偽物とわかる場合が多く、服装や靴も新品同様の卸立てであったり、体格が異様であったりと、秘密工作員にしては、 変装が稚拙すぎると指摘されている。また、アメリカ空軍の未確認飛行物体の公式研究機関は、未確認飛行物体の目撃者のもとに、偽物の空軍士官や FBI が体制出没していることをめ、これに悩まされている事実を公表している。UFO ジャーナリストであったフランク・エドワーズは1967年6月24日に休止を遂げているが、その際に、 ミブが目撃されている。また、アメリカの UFO ライターでミブに関する初の著作を刊行していたレイバーカーは手紙と電話でエドワーズの休止を事前に予告されていた。この事件が明るみに出ると、エドワーズは UFO を隠蔽したい政府の工作によ、消されたという噂が当然のように広まり、後の陰謀論につながった。ミブが UFO 隠蔽を目的とする。 政府機関のものであるとすると、こうした政府にとって、マイナスの効果をもたらす手段を取るとは、考えにくい。身分の中には、肉体的に極めて異常な特徴を示す者がいる。人間とは思えないほどに痩せこけている。死体のように青ざめた肌をしている。左右の目を別々に動かしている。眉毛もまつ毛もないなどの報告がある。たとえ訪問された目撃者以外に、 未確認飛行物体や、宇宙人の目撃者がいない場合でも、なぜか目撃者の家や職場を特定し、訪れるケースが多数報告されている。また、エネルギーが切れるといって立ち去る、機械的な直線的な歩き方しか行えなかったり、目撃者の家において出された飲み物のストローや、デザートのスプーンの使い方がわからないな、人間が日常生活において通常ついている。 はずの知識が欠如していることが多いため、地球人の格好をした宇宙人ではないかと言われることもある。1966年に UFO を目撃したラルフ・バトラーは、翌年にアメリカ空軍のリチャード・フレンチなる黒ずくめの人物の訪問を受けた。胃の調子が良くないと語る、この人物にラルフ夫人がゼリーを勧めたところ、この人物は、 スプーンの使い方がわからず、まるでゼリーを生まれて一度も見たことがないかのような反応を示しという。後の調査では、アメリカ空軍に属するリチャード・フレンチは、全くの別人であったことが分かっている。また、ミブが訪れた後には、ポルターガイストなどの心霊現象が起こるという報告も少なからず存在する。超常現象研究家のダン・エイ・クロイドは、 ミブが車ごと消失する現場を目撃したと述べている。同様に、ミブは UFO 目撃事件の歴史を改ざんしている。タイムトラベラーだという説や、マインドコントロールで操られた、一般人だという説もある。アメリカを中心に、多くの目撃、遭遇報告が存在するものの、あまりに突飛な内容ということもあり、彼らが実際に存在するか否かという点を離れ、一種の 都市伝説と化している。UFO の目撃者に対して喋れば超能力を使って殺すというような TV ドラマまがいの奇節な脅迫を行うケースも見られ創作ではないかという見方も強い。もし本当にメインブラックが存在しているならばメインブラック自身の目撃情報もメインブラックは抹消していて我々が知ることはないだろうという意見もあるが実際に メインブラックの存在を他のものに告げることをしないようにとの忠告を受けている矛盾した事例も存在している。また、都市伝説家によりメインブラック自体の存在が有名なものになり UFO の目撃情報があった場所を訪れたイタリアの UFO 研究家マルセル・デバルが目撃者に状況などを聞いたのがだんだん誇張して語られていくうちに UFO を目撃したら謎の人物が訪問してきたと、デバルがメインブラックと勘違いされた事例が、UFO と宇宙人全土キュントの中で紹介されている。これをネタにした例として、2012年12月8日、ロシアの放送局編は、ドミートリー・メドベージェフに対する記者の、首相、地球に宇宙人たちがやってきたことをご存知かとの問いに対し、 メドベージェフが次のように答えたことを報じた。それについて、君に話すのはこれで最初で最後だ。大統領は、核兵器のブリーフケースと共に、別の国家機密を持ち歩いている。それはこの地球を訪れた、異星人たちについて、詳しく述べたものだ。この情報で君はこのテーマに関して我が国で彼らが、特別な任務についていることを理解しただろう。 大統領の任期が終われば何冊かのファイルと書くの、ブリーフケースは次の大統領の手に渡る。この映画を見れば、もっと情報が手に入る。メインブラックだ。何人いるかについては言えない。人々がパニックになるから。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。